こんにちは、ニニケイです。こんにちは、中国人が中国地方にいます。今日は車の中じゃなくて、ホテルでオープン動画を撮ります。今回の広島戦の試合は見どころたくさんありますね。広島現在に好調で、特にアルスラン選手、最近が活躍してますね。課長レーソルとしては大事な試合ですね。広島は強いチームですが、課長レーソルも前節の湘南戦勝利で勢いがあります。まずはディフェンスをしっかりして、チャンスが出たら素早く攻めてゴール決めてほしいですね。サビオ選手と細谷選手のセットプレーに期待しています。自衛軍を期待してますよ。相手は今優勝を目指しており、私たちは残留する必要があるために、両チームにとって重要な試合ですね。どちらのチームも勝ち点が欲しい試合なので、激しい戦いになりそうですね。みんなで応援して青い勝利をつかみ取りましょう。つかみ取りましょう。行军打仗，七个包。広島の焼きそば、ホルモンと和牛の焼きそば、美味しそう。食べてみます。美味しい。美味しい。美味しそう。ホテルの近くに店を探して。ありがとうございます。マジで。そうなんですよね。でもう一つのコースは復縁線に乗るというのも。はい、こんにちは。今日はどこから来ましたか。今日はね、愛知県から来ました。はい、なんでレーソルを応援してますか。あ、そういうことか。本当、もともと黄色が好きで、自分は。あ、そうか、そうか。で、サッカーやってたんですけど、はい、あのちょうど J2 から上がってすぐ優勝した年に、うん、はい、すごいレーソルの試合を見るようになって、うん、そこからずっとサポーターです。あ、ありがとうございます。いつからレーソルを初めてですか。あ、全然、うん、6、7ここは6年、7年前ぐらいからです。お疲れ様です。あ、初めてです。初めてです。私の友達、はい、友達。あ、そうか、そうか、はい、楽しみください。はい、ありがとうございます。
あと注目の選手は誰ですか？あ、今日だとやっぱし、うん、あの前回オリンピックから帰ってきて点を取ってくれた細谷選手にまた得点を期待してます。ありがとうございます。細谷選手に期待してますが、うん、私はブレイズに、はい、うん、ここは全員カブト。ありがとうございます。今日の勝敗予想はどうですか？あ、うん、今日は、うん、2対0でレイソル。決めた選手は誰ですか？細谷と、うん、木下選手。ありがとうございます。レイさん、私も 2-0 で、うん、真央くんとシマムで、うん、ありがとうございます。勝敗予想もお願いします。勝敗予想よ。点スコア、そうですね、うん、まあ3-0 で。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。小池さんです。どうも、小池でございます。2回目の出演よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどこから来ましたか？今日は埼玉から来ました。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。広島県どこで遊んできましたか？実はまだ観光全くしてないので、うん、試合終わって、明日クレに行ってきたいと思います。はい、ありがとうございます。おいしいもの食べました？まだおいしいものも食べれてないので、夜ですね、買っておいしいもの食べに行きたいと思います。、はい、お酒また飲んじゃうんじゃないですか？飲みます。お酒大好きです。小池さんはアウェー戦はいっぱい行ってきましたが、はい、今まで一番好きなアウェーのスタジアムはどこですか？はい、リアルに言うと、仙台岩テックスタジアムが大好きです。なので、仙台上がってきてください。頑張ってくださいね。広島の古いのスタジアムに行ったことある？ あります、うん、じゃあ今の新しいと比べて、はい、これも正直なところ申し上げますと、本当に広島のこの新しいスタジアム、都市の真ん中にあって、で観光地、例えば原爆ドームだったり広島城だったりすぐ近くにあるので、本当にサッカーだけじゃないこの環境、本当に素晴らしいと思います。レイソル含め J リーグのチームはスタジアム、こういうのを目指した方がいいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日の勝敗予想はどうですか？一番難しいところですよ。1-0。得点の選手は誰ですか？はい、柿田選手です。はい、ありがとうございます。います。レイクリオさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。いつもすみません。今日もよろしくお願いします。はい、今日の勝敗予想からお願いします。そうです、今日は先に、あ、でもボンさんは特別なんです。あ、そうなんです。1-0。同じく。さっき言ったほうが汚ねえな。一番そうそう、そのぐらいで。じゃあもうリアルなこと言っていいっすか？0-0。いや、勝ちたいんですけど、やっぱ最近の大事だからね。でも正直言うと、立ち上がりいければいけるかなと。そうだね、気持ちは持ってる。前半取らなければいけんじゃねえか。まあ、それこそこの間の天皇杯だって、もう序盤でやられちゃって、そのままズルズルいっちゃったんで、まあ、それで言ったらやっぱ宇野ゼロもそうだし、まあ、まず無失点でいきたいっていうのあるんで、まあ、希望的観測も込めて今日は 2-0 でお願いいたします。あと決めたの選手は誰ですか？誰決めたかな、うん、今日個人的にはちょっとサチローですね。サチローのフィジカルに期待したいなと。うん、いいラインかもしれない。はい、サビオだな。間違いない。今日当たり障りなくない？大丈夫。一応今日はね、でもここら辺でシマムとか、島村、うん、見たいですよ。見たい、うん、ここら辺でちょっと今日スーパーサブでね、途中から出てきて決めてほしいね。はい、モンさん、はい、好きなアウェーのスタジアムはどこですか？アウェーのスタジアムか、うん、いやでも今日初めてエディオンピースウィング広島来て、まあ、臨場感がえぐいなっていうのはちょっと今日思って、はい、まあ、ここもだいぶトップクラスなんですけど、個人的にはノエビアスタジアム神戸が、神戸なんか独特な雰囲気っていうのがあって、 なるほど、あそこちょっと毎年楽しみにしてますね。はい、そうかそうか。レイ
ソル頑張れ。今日、本当にね広島本当にね強いチームだと思います。厳しいね展開になると思いますけども、今日ね1400人なんとレースのサポーター来てるらしいので、この1400人全ての力使って今日勝ち点3取って広島帰りましょう。そしてみんな美味しいお酒飲みましょう。レーサル勝つぞ。レーサル勝つぞ。
今日の試合は終了しました。今日は負けてしまいましたね。2点取られて、うちのキャプテン、古賀太陽選手も最後にレッドカードをもらった。今シーズン、古賀選手は本当に頑張って疲れて、ゆっくり休んでください。お疲れ様でした。広島の新しいスタジアムは綺麗だね。30年ぶりの6連勝、おめでとうございます。これは、レイ君の彼女じゃないです。次のホーム戦は、日立大で会いましょう。